5番の阿部から始まります。8回の5点このところ阿部も本当にチャンスをもらってベテランですけどもね、いい働きをしてますよね、はい。もうレギュラーかっていうところありましたよね。ありましたね、しかしこの人もあの眼鏡はかけてるんですが、あもうどういうんですか、人が良すぎて損をしてるというところもありますね。今シーズン総出番は多くないんですが、オリックス戦では平井からホームランを打っています。入ってきた時はね、あの東北の掛布かってこう言われたくらいなんですよね。やはりてですね、また新しい球団を求めて、こうチャンスを与えられて活躍するということはいいことですよね。そうですね、今シーズンは小早川のホームランが何かこうヤクルトを引っ張ってる感じがありますね。6回の途中から新人の杉本を受け継ぎました小村。本日の打線からいけば森さん、はい、やっぱり5番はサード中村なんていうのが本来あるべきかもしれませんね。そうですよ、あるいはね、はい、その鈴木あたりがね、見ましたフォアボール。だから一番こう伸びなきゃいけないときにダイソーが送られます。この時にね、はい、大阪ドームになって、必要な選手ですもんね、はい、ようやく最近になって一軍に登録されました森山がダイソー、そして鈴木隆さん、先ほど見せたような足を絡めた攻撃が考えられる近鉄8回表。初球ボール気味の球を出しました鈴木。一郎が下がります。余裕を持って取りました。巨人からオリックス、そして近鉄へという勝呂。ダナサート、ストレートでした。これは刺しました2番。フルアウトランナーにくいんですが、森さんスタートなどはどうだったんですか。いいスタートじゃありませんね。あ、そうでしたか、はい、そうすると今日の杉本優じゃありませんが、足の速い森山にとってもやっぱり実戦で学んできたのが大きいんでしょうね。あ、西武の追加点です。5対0としています。7回表変化球を打ちました勝呂。近鉄のヒットが8本目になりました。でだんだん徐々に4回5回と1軍のこのプレートに慣れてきたって話をしてましたね、はい、ただしね、2軍の斉藤バッテリーコーチが、はい、杉本の状態を他に分かる人が普段見てませんのでね、いなかったの見てたそうなんですが、はい、まあ、ストレートなどは、ほどほどなんですけれども。松山が打ちました。三塁向かう。打ったバッターも二塁に達しました。こっちがね、今朝は早くからもうグラウンドで散歩をしている姿を見ましたよって私に一言あったんですけども、山口、ピッチングコーチもですね、あれ昭和50年でしたっけ、はい、すごい速い球でデビューだったんですが、実は自分も足が震えて2度ほど登板も失敗したんだという話。自身にとってむしろその2人の外国人選手のホームランはこう打たれた、それはより反省になると思うんですね。でしょうかね。ただこの3点だけで終わってたとしたならば、はい、まあ、むしろ物事をものすごく簡単に思ってしまうところもあるけれども。もう2点。
回は詰まってきて8回の表、またこれがヒットになるか。おーっとスライディングは落としています。2点加わりました。7対0。とっても無理かと。この感じであればあそこまで落ちたら取ってるんでかもしれませんね。近鉄8回また2点が加わって、ご覧のように7対0としました。三塁へ、これは無理です。これもピッチャーゴロ、金券を取られてですね、はい、まあ、こういう戦いになってしまう、無駄遣いはしたくないというのはよくわかりますよ ね、 でしょうかね。まあ、ただね、はい、あまりにもこの初登板の選手に一番重い時にそうだったです、ね、ということですよね。ローズがキャッチボールを始めました。まあ、岡本とってね、やっぱりこの1点勝負の中で、はい、じゃあ今のようなピッチングができるかといったら、これもまだ分かりませんからね。そうですよね。話題をちょっとこちらに向けながら両方見ていこうと思うんですが、森さんね、はい、今シーズンセパともに新人投手が多く出ました。あ、レフトへ、どうでしょう。田口が取りました。